マルセロフェル南京はフィリピンにある長大なプレストレストコンクリート橋。マクタン西部国際空港やビーチリゾートのあるマクタン島のラプラプ市とセブ島のマンダウエ市とを結ぶ。セブ市を中心とするフィリピン第二の大都市圏メトロセブの交通網の一部をなす。日本語では第二マクタン橋とも呼ばれる。 マクタン島とセブ島の間には1973年に開通したマクタンマンダ上橋の激しい渋滞を解消するため、2本目の橋として1999年8月に開通した。橋の長さは1237メートルで、中央景観は185メートル。4車線の車道と歩道がある。フィリピンでは最も幅が広く長い橋の一つであり、 日本の円借館と鹿島建設など、日本企業の施行により完成した。もともとは、コンソラシオン市にちなむ、コンソラシオン橋と呼ばれていたが、セブ市の有力な政治家で、上院議員でもあるマルセロ・フェルナンの名にちなんだ、現在の名称へ解消された。1999年度の土木学会、田中賞、プレストレストコンクリート技術協会賞を受賞した。 橋のマクタン島側には、橋脚にミレニアムパークと呼ばれる公園があり、公園内にはフィリピン仙人記念館がある。橋の南北両側には歩行者用の通路がある。橋は、マクタン運河の北端にかかっており、約 1.6km 南方に、マクタンマンダウエ橋がかかっている。現在、マクタン運河では3本目の橋が建設中である。ありがとうございます。